右ヒップをですね、後ろまでぐるっと回す感覚です。はい、回しますね。待ってて、はい、さっきの形。さっきの形です。を作ったら、ウォーク。ヒップっていうのは、正しくは、斜め前を通って横を通って後ろまで回るんですけども、この斜め前横が難しい場合は後ろだけでいいんですから。自然と2バックになってますね。この2バック、これすごい大事ですね。はい、ここの三角窓が広ければ広いほどいいと思ってください。いいですか。はい、これは大体まあ一流、まあ、おだりはちょっと変わってきますけども、おだりがちょっと変わってきますけど、続きまして、小田流の解説をちょっとしていきたいと思います。で、小田流に関してはちょっと簡単に説明します。これもあまり長々説明してもね、皆さんね、あのわけわかんなくなると思うので、簡単に説明するとですよ、まず、2、3、4、はい、ここで一回立つんですよ。実は立った時に立ってない方のヒップを引き上げるんです。立つ、ストップ、はい、ここ、これ、悪い例というか、まあ、普通、一流の人、一流ここで終わっちゃうね、おだりはここを上げるんですよ、こっち締める、そうすることで、ボディにヒップへつながることができるんですね、こういうことです、引き上げてからボディヒップ、はい、ここを上げます、ピッ、はい、これ、これ、それからボディ、ヒップへ行くと滑らかなこのムーブメントが生まれて、より重量感のある、使った膨らみのあるね、ダンスになりました。これをもう一回やってみましょうか。2、3、4、立つよ、はい、で、ボディ、ヒップへつながる。そう、このボディ、ヒップへ行くのはやっぱりこの引き上げが大事、最初。はい、ボディヒップ、ルンバウォーク、さっきのルンバウォーク、はい、そうです。で、小田流はピッ、ここもそう、はい、左ボディ引き上げてます、マキちゃんが。で、ボディヒップへ行くと、はい、この時男性も同じ動き、これ大事ね。男性突っ立ってこうやってやっちゃうとダメよ、女性もできないから。同じ動きをすることで、はい、今みたいなムーブメント生まれて、コネクション生まれ、はい、ここの引っ掛かり、ムーブを、クルボー、はい、ありがとう。ここも、はい、ファンポジション、上げるよ、上げるよ、上げるよ。男性見て、ほら、ここ上がってるでしょ。女性はこっち上がってます。ちょっと、この角度から見る、はい、こんな形で、ボディからヒップ、はい、つながっていくと、まずね、ここからこの形、ここもそうです。左ボディを引き上げて右ボディから引っ張っていくと、このような膨らみのある重力感のあるかっこいいものになるという仕組みになっています。ちょっと難しいけどね、まあ、おだりはちょっとね、テクニック必要です。男性側ももちろんできなきゃいけないし、女性側のこのボディの使い方も分かってないとできないんですけども、一流のそのヒップをね、後ろへまで回す、これはね、皆さん多分すぐできると思います。これをね、あの、ちょっと意識して練習していただければ、はい、うまくなるよね、きっと。はい、なります。よっしゃー、ということで、また、次回はね、ファンポジションからじゃあアレマーナやって、いろいろちょっとまたあの詳しくやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。OK! じゃあまたねー。